仕事中だったのに外で待っていてくださった。ストレスには無人場のお茶はありません。本当にすっきりしますよ。ああ、おいしい。韓国にいらしたらぜひ伝統茶を飲んでみてくださいね。もう一回さかおおばあちゃんがいる。気をつけてくださいよ。ちゃんと速度を落としてくれるんだ。ありがとうございます。坂道大変ですね。